ャレンジ内容は心理戦に強くなろうです。本当にネタどうでしょう。ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会放課後チャレンジ、イエーイ。さあ始まりました。この動画は2018年配信予定の新アプリラブライブスクールアイドルフェスティバルオールスターズから始まる虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会の電撃オンライン分室で活動しているメンバーによる動画企画です。私たち虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会は現在ウェブ上のゲームメディアを主な活動の場としていて、9人のメンバーが3人ずつ分かれてファミ通アップ、電撃オンライン、スクフェス公式サイトの3つの場所で活動しております。またランキング企画を毎月開催していて順位が分かるということも私たちの大きな特徴です。ではミュータンから自己紹介お願いします。はーい、浅香かりんよ、よろしくね。私が自信を持ってアピールできるこの体を使って、セクシーで情熱的で夢のような、そんな大人のライブでみんなのこと興奮させてあげる。はい、浅香かりん役の久保田美優です、よろしくお願いします。みんな元気？結城せつなです。私と一緒に大好きがいっぱいの世界を作っちゃいましょう。よろしくお願いします。はい、結城せつな役の草薙智です、よろしくお願いいたします。こんにちは、みんなのアイドルかすみんだよ。日本一のスクールアイドルを目指して毎日歌やダンスのレッスン頑張ってます。みんな応援してね。はい、中須かすみ役の相良真由です、よろしくお願いします。この放課後チャレンジでは電撃オンライン分室のメンバーであるかすみちゃん、かりんちゃん、せつなちゃんに習い、私たちがいろいろなことにチャレンジしていきます。はい、今回はですね、前回の動画で予告があった通り、チャレンジ内容は心理戦に強くなろうです。はい、心理戦か、何するんだろう。さあ今回はですね、挑戦するのはアナログゲームの赤ずきんは眠らないです。うん、赤ずきんは眠らない、聞いたことありますか？ないです。私もないです。初めて。どういうのなんだろう、ね、可愛いんですけれども、はい、まあね、今回こちらで遊んでいくわけなんですが、はあ、なんと前回に引き続き罰ゲームがあります。おいおいね、何回連続やってるんだろうって思うから。ご褒美は本当に、ご褒美は勝った人にご褒美ではなく、ご褒美、負けた人に罰ゲームです。罰ゲームの内容ですが、はい、いろいろ企むけど失敗が多いかすみちゃんにちなんで今だから言える失敗談だそうです。私失敗しないんで。何そのちょっとドヤーみたいな。そういうタイプだったっけ、あれ。違います。まあでも、さがるちゃんの失敗がどうせ消えるからな。ちょっと待って、おかしい。もうさ、前秘密暴露したじゃん。もういいと思う。二人の多分失敗談とかの方がみんな聞きたいと思うから。ファイトです。なんでちょっと、2対1おかしいから。心理戦だからもうやめよう。ゲームで勝てばいいだけだから。そうですよ。余裕だよ、勝つよ。すべてはですね、この後の対決で決まります。はい、はい、それでは今回遊ぶ赤ずきんは眠らないについて紹介していきますよ。赤ずきんは眠らないというゲームをやりますよ。かすみちゃんが食べられちゃうの？違いますよ。どんなゲームなんですか？せつな先輩、圧が強いですよ。圧が、簡単な心理戦みたいなものです。簡単ならいいじゃない。どんなルール？まずは腹ペコ狼、赤ずきん、親豚、子豚に分かれます。狼は襲う役ですね。その通りです。狼が襲いに来ますので、それに対して赤ずきんや豚さんたちは2つの選択を取れます。罠を仕掛けるとか。おお、かりん先輩、たまにはいいこと言いますね。おやすみなさいとトラップという選択が取れますよ。なるほど、トラップに引っかかると狼側にリスクがあるわけですね。はい、狼側からは赤ずきんや豚さんたちがどの選択をしているかがわからないので、そこを読んでいくことになります。面白そうね。でも狼を担当する人の方が大変そうだけど。
そこは安心してください。狼などの役目は順番制なので、誰かが一方的に不利になることはありませんよ。聞いてたらやりたくなってきました。刹那は何でも前のめりね。照れますよ、カリンさん。そこ、イチャつかないでください。はい、では赤ずきんは眠らないをこれから遊んでいくわけですが、その前に軽くルール説明をします。赤ずきんや小豚はトラップとおやすみなさいのどちらかを選べます。対する腹ペコ狼はおやすみなさいを置いた人を予想して襲撃します。襲った相手がトラップを置いていた場合、狼は罠にかかってしまったということで、トラップを置いた人のカードに記載された得点を失います。そしてトラップに成功した人はカードに記載された得点をもらえます。また狼に襲われないことを見越しておやすみなさいを置いた人もカードに記載された得点を獲得できます。先ほどと逆パターンで、今度は狼の指定した相手がおやすみなさいを置いていた場合、狼側は襲撃成功ということで相手のカードに記載された得点を得られます。同様に襲われた人はカードに記載された得点を失います。そして襲われると思ってトラップを置いたものの空振りした場合、その人は得点を獲得できません。今説明したような流れでマイゲームを行っていき、誰かが10点に到達した時点でゲーム終了です。それぞれの最初の持ち点は3点で0点以下にはなりません、そして腹ペコ狼は1回交代で順番に担当してもらいますが、特権として誰を赤ずきんにして誰を小豚にするかを決められます、なお今回は3人なので親豚は抜いてプレイしますとのことです。ちなみにカードこんな感じになってまして、かわいい。赤ずきんちゃんが3点、3点、小豚が1点、なのでこのね3点と1点をどう、振り分けていくかというのが、ちょっと鍵になっていくということでございます。ちなみにですね、両方トラップだと思ったら襲わずにパスもできます。でもその場合はパスしたら、パスした狼は得点が入らない、でもおやすみなさいをしてた人は得点が入るみたいな感じで、トラップの人は入らない、入らない。なるほどね。いろいろな、心理戦プラス頭脳戦みたいになってますね。頭脳戦の方が強いかもね。結構ちょっと考えながらやらなきゃいけないゲームです、では早速始めてみたいと思います。ではでは、私が初めは狼を担当したいと思います、どっちがどっち？どうしよっかな。初めだってどう考えても2人ともさ、ハイリスクな方来ました。赤ずきん、さあさあさあ、皆さん決まりましたら決めた、隠して、ここにこうやっておけばいいよ、隠しておいてくださいね、みんなに。さてと、寝ました？寝ました。なんで寝ましたよ。本当に寝た？どうでしょう。待って、めっちゃ怖いんだけど、なんか真顔。どうでしょう。めっちゃ真顔、怖い。どうしよう。じゃあ、本当に寝た？どうでしょう。うわ、怖い。どうでしょう。この子どうでしょうしか言わないよ、もう。優しいと思う、ともりるは。どうでしょう。どうでしょうしか言わないよ。やだよ。どうでしょうしか言わない。じゃあとりあえず3点狙いで。そっか、カズキン3点だから。怖い。襲いに行きます。怖い。トラップでーす。素直に言ったのに寝てた。じゃあ、私が3点を失って、私がトラップの3点いただきます。これっておやすみなさいは1点入るんですよね。私も入る。やったー。やばいな。私素直に寝たっつったのに私どうでしょうって言ったのに。ねえ、本当にみんなね、ちゃんと文字ちょっと裏をかけすぎたから。はい、じゃあ、はい、続いてはミュータンだ。私、じゃあ誰に言いますか。こう振った方がいいってことだよね、多分。はい、私はありがたい。持ってた。怖い、どうしよう。こうしてたら見えないよ。確かに。これ怖い。起きました。起きましたよ。はい。これ質問はしていいんだよね。質問して大丈夫。質問していい？トラップ置いた？置いた？どうでしょう。寝た？どうでしょう。どうでしょうしか言わない。どうでしょう。どうでしょう。分かった。寝た？分かったって言われるのも怖いな。トラップか。悩むね、これ。
じゃあ素直に聞いてみる。じゃあトモリで襲います。はい、トラップでーす。トラップでーす、おやすみなさい。すればよかった。この場合だと、はい、私が行っていただきます。1点返し、場に戻して、戻した、そういうことか。そういうこと、うん、はい、じゃあ次、はい、順調に7点なんですけど。あ、本当だ。どうしよう。じゃあどっちがどっちでも、赤ずきんで、はーい、怖いよー、もう嫌だよ。だってこれでさ、あれしたら勝っちゃうんだよ。あ、そっか、君にかかってる。そうだよ。すぐ終わっちゃうよこれ。そうだ、君にかかってる。でもトモリル意外とこういう時にズバってくる子だから、ふーんふーんって言ってるけど、なに今の。うん、言ってるけど、でも多分ここですぐ終わっちゃったら番組として成り立たないから。どうした、どう、流れを考えましたか。分かってる、トモリルは多分素直に行きましょう、素直に。決めた。はい、大丈夫ですよ。はい、うーん、襲わないで。1点欲しいですか。まあどっちでもいいですね。ですよね。確かに。多分さくらちゃんトラップ置いてると思うんですよ、個人的に。あ、焦ってトラップを置いてそうな気はするんですよね。違かったらどうしよう、どうしようかな。ちょっと待って、私今何置いたっけ。じゃあ一回、一回、あ、分かった、はいはいはい、分かった。寝ました。寝ました。寝ました。まあ、パスもできますよ。あ、パスできるのか、うん、でもここで1失ってもまだ余裕はあるから、1を襲っときますかね。はい、襲われました。うわ。勝負しなよ。怖いんだもん。ちょっと、じゃあ次私を見ていただけるんですよね。ね、もうさ、どうしたらいいのこれ。ちょっと待って。でもこうしなきゃいけないよね、どっちにしても。うん。もうみんな頼む、お願い。とりあえずお願いします。今のところ全部正直に言ってるだけなんだから。うん、じゃあ、はい、じゃあもうあのね、取られるリスクがないんで行きます。なんで、おやすみなさい、置いてくれないのね。なんで、勝ちに行ってるんで。なんで、取らってよ。え、これベッサン、わー。パスが正解でしたね。え、待って、これ悪くない？ってことは終わり、終わり、終了でーす。そっか、トモリル勝っちゃうか。そう、だからなんでトモリルに3点をあげたんだろうって私は思われた。分かりやすく言ったと思ったんですけど。しかも私に赤ずきん渡しときゃトモリル1点しか増えないんだからさ。あー、そっか。ちょ、もう一回やろう。え。はい、ということでちょっとね、私がおバカなせいで早く終わってしまったので2戦目に行きたいと思います。はい、今ので分かったから次は泣きの1回だよ、もうこれ完全に。泣きですよ、これ分かった。いや、もっとバカだよなって今、あ、わかったわ。ってことで、次は練習だったかな。練習、練習、今の、もうね、勝ちそうな人に赤ずきんをあげちゃダメってのがわかったから。ほんと？わかった。あげてもいいんでしょ。いや、ダメでしょ、また負けんじゃん、もうやめて。ってことで、私から振り回されてんな。カスミンみたい、かわいい。ほんとにカスミンみたいな、振り回されてんね。もうやめて、もうやりますか。せーの、はい、オカミいきます。はい、どっちがどっち。優しい、もうミュータに渡す。って言わないの、その笑いも。かわいいなと思って。さあ、さっき学んだ、剣術に行った方がいいって。どうしたの。寝ました。寝ました。うん、わかんない。なんで。寝た。寝ました。さっきは寝ましたなんて言わなかったのに。どうでしょう、しかわらかったのにね。どうでしょう。怖いよ、もう。どうでしょう。寝ました。寝ました。信じていい。もう信じるよ。怖いよ。怖いよ。怖いよ。なんで。ミュータンが信じられてない。怖い。もうちょっと、社会人ってそんなに甘くないんですよ。ちなみに私、おやすみなさい。信じたのに裏切った。もらえるんですよね。もらえる。出なくなった。
終わってないから。まだ取り返せますから。取り返せるから。泣かない。ちょ、演技で泣こうとしたらガチで泣きそう。泣かない。泣いちゃった。泣いちゃった。はい、ということで、さがらちゃんに赤ずきん、そしてともりるにこぶた渡しました。じゃあ、決めてください。うわ、怖いな、マジで。すやもういいの？はい、うん、大丈夫です。はい。じゃあ、寝ましたか？まあ、すや言うてたもん。すや寝ましたか？寝ました。え？すや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 襲わないで。切実なんだよね、こっちがなんかも。ね、とりあえず、うん、あの、スタートに戻させて、すや分かったよ、はいだと思いました。よっしゃこれは私が、え、血を違う、ごめんごめんごめん、ごめん、じゃあ私こい、はい、これ、私がそう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 、あ、5になるのか、5になった、たたたたたたた、はいはい、それ、次はともりる、はい、はい、じゃあ、うん、スタートに戻った、スタートに戻った、あ、そうだ、さからちゃんにも見えちゃいけないのか、あ、いいのか、それはいいのか、どっちでも任せるよ、どっちでも大丈夫、はい、お、決まりましたか、決まりました、はい、寝ましたか、寝ました、寝ましたか、寝ました、寝ましたか、寝ました、寝ちゃったんですか、寝ちゃいました、3点ですよ、うん、寝ちゃったんですか、寝たいなと、多分ここでおやすみなさい置いたら3点失うからさがらちゃんに負けちゃうんですよ、はい、だからおやすみなさい置いてない気がするんですけど、じゃあパスでいいんですか、はい、パスで、じゃあ公開します、じゃあじゃあだから私は素直に言ってるだけなのになるほど、さっき嘘ついたじゃん、あれ何のことかな何のことかな、もうみゆたんの私嘘ついてないのに、まあ、信じてません全然信じてません、あれ何のことかな、何のことかじゃん、怖いよ、どっちですか、これも学んだ、学んだ、そうだよ、うん、そうだよ、私に赤ずきん渡したら本当にさっきと同じだ展開は学んだよ、学んだよ、じゃあ私もこれにしよっかな、はい、決まりました、はい、うわ怖いマジで、でもどうしよう、寝た寝た、いやこれ信じないよ、なんでひどい、私さっき普通素直にずっと昨日あの1回だけだもん嘘ついた私に対しちゃ嘘つく分かってる、え、寝たともりる、どうでしょう、来た、どうでしょう攻撃、どうでしょう攻撃、来たよ、どうでしょう、じゃあ私はさがらちゃんの性格をよく分かってますよ、え、どっち待って、どっちなのか分かんない、自分の性格が分からないの自分自身が分からない分かんないの、もう自分が分からないおやすみなさい、して、ちょっと、怖いよ、行きます、やった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 よかった、迷ったんだよね、迷った、よかったよかった、表情が分かんない、本当にともりるの今日頑張って顔に出さないようにしてました一瞬でもドキッとしたかなと思って、あーそうだね、やっと続いてきたね、ゲームが、ほんとな、やっとちゃんと一周回ったね一周回りましたね、こっちでいきます、いいですか、いいです、はい、寝ましたか、寝ました、寝ましたか、寝ました、本当に寝ましたか、寝ましたもう笑ってる , 笑ってるじゃんね、もう寝ましたか、寝ました、なんで笑ってるんだけど、この笑いはどっちなんだろう、これパスすると私に点数が入らない、うん、みんな 0点で、まあ、ここがお休みしてたらお休みに点数が入る、まあじゃあパスすればいいんじゃん、パス、よかった、パスすればよかったよかった、じゃあ、はい、ということで、はい、はい、そっか、私の点数は減らないから、うん、もうこのままだ、そう、このまま、はい、私か、これあれですよね、学ばなきゃいけない、学ばなきゃいけないね、学ばなきゃいけないやつ、はい、あーこれも怖いわマジで、いいですか、決まりました、決まりました、寝ましたか、寝てないです、寝てない、寝てない、寝ましたか、トラップ張りました、
全然まばたきしないから嘘っぽい。どっちもトラップだと待って回避するのもあり。パス。じゃあ、はい。あ、すごい。はっしー。あれでもよく見て。ね、見て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 、キュッてんだよ。あ、そうだ。さがらちゃんの番だよ。はい。大丈夫？トゥッテルッテルー。何そのちょっと、なんなのその舞は。はい。はい。起きました？起きました。ああ、どっちだろうな。でもここは怖いんで、うん、どっちだ。何が？パス。お、お、パスですね。ああ、ほんぶんな。おお、よかったよかった。ここに来てちょっと読みが冴えてきたんじゃないだろうか。冴えてきた。わかろうか。じゃあこれでよし、お壁。どっちだろう。どうなんだろう。寝た？トラップ置きました。トラップ置いた？寝た？寝た。寝たか。寝た？本当に。え、本当に寝た？意識的な瞬き。何？恥ずかしいんだけど。買ってくれたら私負けないんだもん、うん、確かに。確かに。そう、悪い大人だな。悪い大人でしょ。悪い大人。はい、ということで2戦やりましたが、1戦目が私が負けまして、2戦目ともりるが負けたので、どっちかが、罰ゲームを受けるということになりまして、私もう1試合やりますって言ったのは私なんですけど、ありがとう。優しさが当たるのでもな、私2勝しちゃったしな、一応。え？決めますか？やる？罰ゲーム。いや、なんだって罰ゲーム。勝ってんのになんで？流れが変だぞ。はい、ということでですね、今から罰ゲーム決めたいと思うんですけれども、まあね、一応取った、みえたんがこの休みなさいかトラップ、どっちか私たちに見えないに置きます、で、私たちはそれをね、まあ、どっちか当てるんで、当てた方が回避でいいですかね。わかりました。決めましたか？はい、決めました。はい、じゃあ私たちどっちにするか。私、さがらちゃんが選んでない方にします。私もそうしようと思ってたよ。いや、やっぱね、まだまだほら、高校卒業したてだからね。そうだね、ちっちゃい子に譲った方がいいかなと思って。自分の決断で後悔したくないので、決断してほしいです。そうですよ、何それ。どうしよう。おやすみなさい。トラップ。本当にそれでいいんですか？何そこも。怖いんだけど。いいんですか？私も心の準備ができたので、トラップで大丈夫です。大丈夫ですか？はい、開けました。はい、開きますよ。私が選んでおいたのはこちらです。おやすみなさい。はい、ということで勝ったのに。一試合目勝ったのに。皆様ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、大丈夫。そんな失敗なんて言っても多分失敗じゃないやつだと思うから。可愛いのだ。可愛いやつだと思うよ。ということで罰ゲームは、ともりるということで、はい、早速今だから言える失敗談を告白してもらいたいと思います。今だから言える失敗談。はい、心の準備がね整ったらカメラに向かってお願いします。心の準備はできてるんですけど。何がいいんだろう。私、あの電車に乗ってる時に、釣り革に捕まってたんですね、で、あのその日すごい疲れてて、あの捕まったまま寝たんですけど、あのよくそこまで行くと、まあ、膝カクンってなったんだろうなとかあるじゃないですか。ふと起きたらおばさんを壁ドンしてたんです。なんかふわって落ちる感覚があって、はっと思ったら起きたら目の前におばさまの顔がここにあって、壁ドンしてました。やばっ、すごいね。釣り革から手を離して、あっっていう。なかなかリアル壁ドンっていうのも。すごい。え、その後
恋は芽生えましたか？芽生えないですよ。されたおばあさんの方はどんな感じだったの？すごいなんか怒った目つきをさ驚き怒った目つきをされてて、びっくりすればびっくりするわな。すいませんって恋は生まれなかったということで。いや可愛い失敗談でした。可愛いですかこれ？可愛い可愛い可愛いもんだよ。可愛いもんだよ。可愛いもんだよ。よく耐えれたね。耐えましたよね。私もよく反射的に寝起きでこう言ったと思います。自分で自分を褒めてあげたいです。今後は寝ないように気をつけよう。はい、ということで、なったのに。はい、以上心理戦に強くなろうのチャレンジコーナーでした。はい、ということで熱い心理戦をお届けしました。いや、いろいろありましたね。よかったね。はい、よかった、よかった、よかったね、勝ててよかった。負けたけど勝ててよかったね。はい、ということであっという間でしたが、今回もお別れの時間がやってきました。まずは一人ずつ感想をいただきたいと思います。ではみゆたんから。はい、坂狩役の久保田みゆです。そうですね、私は何も今回2回やって2回とも罰ゲームを受けるね最下位にならなかったので、いやホクホクだなって思いましたけれども、いやなんか本当2人頑張れて私意外と心理戦強いのかもって思いました。あとさがるちゃん可愛いなってひたすら点数を一番自分が持ち始めてからのあの変わりようがすごくすごく可愛いなって個人的に思いました。またねこういう心理戦、今回はこの電撃オンラインの3人でしかやってないですけれども、虹ヶ崎は9人いるので9人でもねこういうなんか心理戦みたいなのだったら楽しいなと思ったので、ぜひぜひ引き続きいろんな動画でねチャレンジしていきたいなと思います。本日はありがとうございました。はい、続いてはともりる。はい、ゆうき切ない子の草薙ともりです。大丈夫大丈夫大丈夫ですね。優しくするとあだで返ってくるそんな世界だなと思いました。ね、そうですね。あと罰ゲームそろそろいいかなと思ってるんですけれども、どうなんですかね次回はね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。笑いすぎですよ。本当だよ。いろいろ、いろいろ私勝ったんですよ、本当は。ありがとう、おかげで勝てた。はい、ということで最後に私から中須かすみ役の相良真由です。はい、いやね、楽しかった、最後は。うん、初めはすごいあれでしたけど最後は勝ててよかったです。はい。もうね、でもね、私も正直心理戦はもういいかなって思うので、1回戦ボロボロだったの。まあ、あれがあったから、あれがあったからね最後勝てたんだと思います。全てはつながってるんだなって思いました。何言ってんの、何言ってんすか。分からない、もうもうでも心理戦も罰ゲームもちょっといいかなって思うので、そうだね、ちょっと私に勝てそうなゲームを皆さんお願いします。どんどんなんかねコメントとかでこれなら勝てそうじゃねってやってほしいです。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ということで次回のチャレンジは遺跡を探検しようです。ほう、探検、遺跡探検、遺跡を探検するらしいです。もしかしたら遺跡に行くのかな、行くんですか。ついにこのここから飛び出したのみんなで探検しよう、外ロケ、やったイエーイ、いけるかしら、いけるかしら。ということで皆さんも楽しみにしていてください。はい、どのようなチャレンジをするのか分かりませんけれども、次回も3人で頑張っていきたいと思います。それではまたね。